人造人間になる前、私には息子がいたそうなんです。そしてその息子がモデルに作られたのが人造人間16号。それが分かった時、どうしても会いたくてそばにいたくなってしまって、それで復元してからお願いしたんです。私の家族になって、だから家族として一緒にいられるよう私も頑張らないといけないんです。行ってきます。